連休だーサワイアンチャンネル、はい、どうも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルでさーしゃー、はい、てことでやってきてまいりました。僕が一人でこのオーツプリングを撮っているということはそういうことなんです。どつきにと言いたいところですが、本日はプレゼントと企画でございます。はい、それも誕生日プレゼント企画でございます。はい、ついにやってきました、この時が。本日何をやっていくかと言いますと、ズバリお兄ちゃんにオフ2日分プレゼントしてみた、こちらやっていきたいと思います。はいはいはい、もうね、結構ね、あの感動鋭いデスター、それからいろんな動画を見てくれてるデスターなら、僕が何をやるかもうね、あの分かってると思うんですけど、お兄ちゃんの代わりにゲーム実況を撮影して、それを、ね、全部編集丸々して、お兄ちゃんのゲーム実況収録を代行してしまおうということで、そしてお兄ちゃんにオフを提供する、そういったみんなが得する超超超ピースフルな企画でございます。はい、で今回はまあ誕生日ということで、まあオフ1日じゃまあ物足りないだろうと。はい、前回ね1日プレゼントしたら、まあすごい喜んではいたんですよ。喜びお兄ちゃんしてたんですけど、結局あの旅行に行ったら次の日すぐ帰って、まあ撮影しなきゃいけないっていう、まあ結局まああんまり休めなかったっていう、まあフィードバックをいただきました、お兄ちゃんから。はい、まあそんなわがままなお兄ちゃんのために、まあ、今回は2日分です。つまり、4本取って、それをプレゼントすればもう大満足間違いないでしょうっていうことで、まあユンチョル工務店、まあ一味ちょっと違う、まあ進化遂げた状態で今回は、撮影に臨んでいきたいと思います。まあてことでね、まあこの動画はね、お兄ちゃんが、まあ、休むタイミングに上がると思うんですけど、お兄ちゃんの誕生日は10月14日でございます。はい、まあ2回目なんですけど、この企画やるのはちょっとね、まあアップグレードさせて、たまにはね、たまにはですよ、いつもはねちょっとね激しい、ドツキをやってるんで、喜びお兄ちゃんさせたいんで、早速ねやっていきたいと思います。で今回はね、スペシャルゲストも撮影に協力してくださっています。ということでね、まあ今日ユンチョルかなりね、過密スケジュールでございます。なのでね、タラタラしてる場合じゃないので、早速まずは1本目やっていきたいと思います。やっていきますか、しゃー、はい、てことでびっくりしました。油断したらですけど、突然いきますからね、はい、切り替えはまずはね、収録用のパソコンを持っていきたいと思います。もうね、僕自身ね、あの収録はあの日以来、やっていないので、いろいろ忘れてる可能性があるんで、これだけで十分ですよね。これいらないかもね。どれ、これどれ、ああ、怒られる。よし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 、こう来て、あ、でも前回はさ、ゲーミングデスクでした。やばい、俺本当に忘れてるかも。こうして、やばい、余裕、ごめんなさい、本当に切ったね。で、マイクオンにして、もうオンにしとこうか。サワが今何してるって言ったっけ、なんでサワいないのって。あ、サワが何してるか今。お兄ちゃん今、あれですよ、トレーニングですよ、うん、トレーニングしてるんで、その間に忍び込んでおります。僕らいかなる状況でも忍び込むんで、あのそこら辺の空き巣犯よりも、あの忍び込む技術はすごいんで、日々研究してるんで、そこは皆さんあのご心配なくよろしくお願いします。なんかここら辺いじってなかった、いつも。うん、これだ、ついたやった、来たよし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 。で、あとはやっぱこれでしょ、で、グラサンでしょ。まずこちら、これで半分お兄ちゃん、うん、結構半分お兄ちゃんできた、できた、完全体、これでお兄ちゃん、よし
よし、もうやっていくよ。いやー、久々の収録だ。これね、僕らが一番気をつけなきゃいけないこと、一つ懸念点がある。お兄ちゃんのレートを下げすぎないこと。絶対変動しちゃうわけだから、これでバレちゃうのがいっちゃまずい。で、最小限、このプラマイを最小限に抑えていきましょう。調整した方がいいですよね、うん、オッケー、ちょっと任せてください、僕に。うわー、やばい、緊張する。ドキドキパラダイス、マジで緊張する。まあ、こっからはね、ゲーム実況チャンネルでお楽しみくださいということで、皆さん、はい、こんにちは、サワヤゲームズでした。しゃー、はい、ってことで皆さん、お久しぶりでございます。ここカナツペス、俺は心配だよ。まあ、何があったかは、あ、皆さん動画見てください、60ゲーム実況。まあ、とりあえずね、とりあえずだよ、収録は終わった、収録は終わったでしょ、うん、だから大丈夫でしょ。だから大丈夫ですよ、何も悪いことは起きてない、何も悪いことは起きてない、それで順調です、全力でやってるんですよ。それで、それでもう結果がね、結果とかねえ、ねえ、いいんすよ、大丈夫なんだよ、きっと大丈夫。よし、切り替えていこう。今日だです、4本取んなきゃいけないから、あと3本。こんなとこで沈んでたらもうダメ、ゲーム実況者としてこれはダメだ、絶対大丈夫。これで大丈夫、これで大丈夫。はい、ってことで、まあ、これから2本目の、収録していきたいと思います。もたもたしてる場合じゃありません、やっていきます。2本目の撮影が終わるまで移動しちゃう。はい、まあ、ということでね、無事に、2本目の収録が終わりました。ちょっとね、僕の元気がね、戻ってきてはいると思うんですけど、まあ、それもね、ちょっと2本目ぜひ見ていただけたらと思います。で、こっからね、僕実はサワヤンカルチャーの撮影があるんですよ。ちょっと1回なんで、今2本撮り終えたところで一旦そちらの方の撮影をしに行って、またそれが終わり次第戻ってきます。で、お兄ちゃんも実は11時過ぎに1回ここに戻ってくるんですよ。なんでちょうど入れ替わりだ、絶対バレないんで、このパソコンとか全部また元の位置に戻しておけばきっとバレないでしょうということで、一旦ね、僕はカルチャーでちょっとご飯を食べて力をつけてモリモリの状態でまた戻ってくるんで、そこまでちょっと一回移動しましょう。しゃ、はい、ってことでカルチャーの撮影行ってきてまいりました。そして戻ってきてまいりました。お腹いっぱいご飯食べたんで後半戦頑張れそうということで、綺麗にお兄ちゃんと入れ替わりましたよね、うん、お兄ちゃんも僕がカルチャー行ってる間に来て、ちょっとやってまた出かけたんですけど、その間をこううまく使いながら戻ってきてまいりました。みんなね、お兄ちゃんどこ行ってんだって気になってる方多いと思うんですけど、お兄ちゃんはですね、後々ね、おそらく動画上がると思うんですけど、かなり特大な、バスケ企画に呼ばれております。それでね、かなりね、遠くの方まで行ってる、まあ、そういったこのタイミングを利用して撮影を行っておりますということで、まあ、こっからね、さらに3本目のね、マリオスカートをやっていきたいと思います。まあ、とりあえずね、3本目が終わるところまで、ね、パッパッパッとスキップしちゃっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、ということで、マリオカート3本目ですね、の動画終了しました。もう僕のメンタルはヘトヘトです。はい、ただね、お兄ちゃんのオフを作るためにはもう一本撮らなきゃいけないということで、ラストです。冒頭でもお伝えした通り、最後の動画はスペシャルゲストと共にお送りしますということでね、最後ね、4本目撮って締めくくる、終わりということで、まあ、何をやるかはまたそれもお楽しみ。まあ、前回も言ったと思うんですけど、改めてね、まあ、今日はね、まあ、4本撮ったんであれなんですけど、本当にこれ疲れるなって思います。ちょっとね、本当にすごいエネルギーを使うんで、まあ、改めてマジでお兄ちゃんやっぱすげえなって思いました。本当にこれはオフ欲しくなるなって思いました。まあでもね、おそらくこの動画上がってる時にはまあ ゆっくりで休んでくれてると思うんで、それは何よりもね、僕はね、嬉しいですけど。はい。ということでね、あとはね、14日の日にお兄ちゃんにこのできた動画を、見せてプレゼントするだけなんで、14日まで移動していきたいと思います。しゃ。はい、てことで皆さんやってきてまいりました。おはようございます。ということで、本日10月14日にお兄ちゃんの誕生日でございます。はい、ついにやってきましたこの日が。はい、そしてね、これからの流れを説明しますとですね、今私カナツペスの自宅に待機しております。
で、これからお兄ちゃんの家に向かってちょっとね、カメラを回す口実として別のね、プレゼントをお兄ちゃんにまずします。で、それはちょっとこちらなんですけど、どう？マジでこれはあの本当にお兄ちゃんがずっと欲しかったやつなんですよ。ウイスキーを入れる容器、超超いいやつ。なんかお兄ちゃんがずっと欲しいって言ってたやつで、これはもうサワヤンチームみんなで協力してみんなからのプレゼントとしてこれを手に入れたんですけど、これをまずプレゼントします。で、そしたらね、あのカメラも自然な流れで回せるんで、それでカメラを回したらちょっとこれプレゼントして、それでまあまず喜ぶと思うんですよ。まず喜ぶとは思うんですけど、今回のユンチョル一味違うぞっていうことで、実はもう一個プレゼントあるんだよって言って、あの完成した4本の動画を見せますと。それでもうお兄ちゃん大喜びパラダイスということで、これ多分シンプルに、これはシンプルに喜ぶと思うんで、これはもう ずっと欲しかったって言ってたんで、だからもう今日はもうプレゼント尽くしということで、どうなるかわからない、もしかしたら怒られるかもしんない、うん、怒られるかもしんない、そういうことは想定しつつ、でもね、きっと喜んでくれると思うので、あとはねお兄ちゃんの家に行ってプレゼントを送りたいと思います。はい、それではお兄ちゃんの家に移動していきたいと思います。しゃ、今からプレゼントします。外は暑いと見て短パンできます。ちょっと行く前にちょっと一回ソファー座ってもらえる？もういいよ一回買い出しの前に、誰誰誰誰、ちょっと一回、なんで今なの、一回買い出しの前になんで今なの、大丈夫、一回絶対嫌なやつじゃん、危ないことはしないから大丈夫、本当に嫌だもんね、絶対危ないことはしないから、ちょっと待って、本当に嫌だもん、なんでもう誕生日ぐらいゆっくりさせて、絶対大丈夫、絶対大丈夫だから絶対大丈夫、絶対大丈夫、何絶対大丈夫だから、マジやんだけど、俺が大丈夫って言って大丈夫じゃなかったことないから、ガチでやんだけど、俺が大丈夫、お前がニヤついてるの一番腹立つんだよみんな大丈夫ですよ、じゃあ何、マジやだ、あれよ、例のやつを言うと頼む、何、あ、じゃあサワちょっと目閉じてって一回、やだ、ダメ、何されるか分かんない、俺これからいいことなのか悪いことなのかまずはっきりさせて、まあどう、まあ捉え方によるから、うわ悪いことだそれは悪いこと、何もうだる、本当に、あーもうやだ、もう何、もちょっとマジで目閉じてほしい、分かったよ、もう絶対もうはもう閉じてない、閉じてる、もう本当に何も開けちゃダメだよ、開けちゃダメだよ、開けてないって、開けちゃダメだよ、開けちゃダメだよ、絶対顔面パリでしょ、じゃあ、まあ、マジそれだったら本当に絶対開けない、絶対開けない、絶対開けない、俺に危害があったら本当に絶対開けない、絶対開けないでね、絶対顔面パリ、まだ絶対開けちゃダメだよ、あーもう最悪、もういきます、ちょっと待って、ほんとちょっと待って、大丈夫だから、ちょっと待って、大丈夫だから、ソファーがあるから、あ、全部、あ、専門家呼んでるから今回も、ちょっと待って、汚れる、いや、専門家呼んでるから、絶対汚れ、ちょっと待って、もう絶対顔面パリじゃん、大丈夫、オッケー、オッケーだよ、みんな、ちょっと待って、俺オッケーじゃん、ちょっと待って、メイ、待って待って、えっ、開けてね、目開けてびっくりした、お前もしかしてあれ、まあ、開けてよ、これは大丈夫だじゃん、なんだよお前ら、あれを買ったな、これやばいよ、顔面パリおめでとう、ありがとうございます、これは嬉しい、だから言ったじゃんね、じゃあいいことじゃねえか、いいことって言えよ、じゃあ喜んでくれるかなっていうのはめちゃめちゃ嬉しい、そう、これをこれでもウイスキー飲めるから、詰め替えていい、先試しに、うん、じゃあこの お気に入りのウイスキー、うん、ジョニーウォーカーのブルーラベル、あ、ブルーラベルか、黙れ、分かったすげえかっこよ、なんかさ映画で見るやつ、そう、俺これ憧れてたんだよ、ハリウッド映画とかでさ、あの自分のオフィスとかでなんか飲むやつだよね、ボスみたいな人が、うわ、え、めちゃいいじゃん、えぐい、めちゃくちゃいいじゃん、かっこよ、うわー、テンション上がる、これは一回やりたいことやっていい、いいよいいよ
何何どうしたどうしたどうした何すか何お酒なんか飲む。あ、ちょっとウィスはなんかロックでウィスキー飲みたくないですか。あ、ロックね、オッケーそれは、それはないか。ほらやば。え、めっちゃかっこいいよそれ。えぐ。え、超いいじゃん。え、これはマジでいい。いや、ほんとにおめでとう。ありがとうございます、ほんとに。よかったじゃん。で、まあこれで終わりって思うじゃん。うん、それで終わりだと思うじゃん。もうユンチョイはそれじゃ終わらない。何ユンチョイはもう一個工務店はこういう時はちゃんとやるから。工務店奮発してるね。ユンチョイ工務店はこういう時はちゃんとやる。何これが、まあ一つ、うん、もう一個はこれは動画か。いや、そういう系さしてる。だるいぞ、お前のため演技いらねえんだよ、マジそれ。クソいらないぞ、なんか臭い演技、猿芝居。これ秘密とかすごいいっぱいあるんだけど、またオフを作って、オフを作った2日分連休だー。連休です。4つ今回4つ作りました。俺前回その連休なかったって聞いてた。連休はないんですよ、もうこの2年ぐらいは。連休作りました。2日の2日分 4本取った。お兄ちゃんゆっくり休んでくれあとは宿を取りに行くだけだな。でもう日にちも本当にこれ自由。今回も自由、本当に自由。前回ね、反強制的にお兄ちゃん明日休んでちょっといろんな都合で。あれ、ごめんごめんごめん。今回はもう本当にもうフリーで。じゃあいつも使えるんだろう。もういつでもこれ4本ストックしてあるから。まあこれをまあ本当にまだ言わないでみんなに楽しみに。 OKOKOK。 これでちょっとね、本当あのエリマネと一緒に、まあ、2日間ちょっとゆっくり、はい、いやこれ素晴らしい。いやおめでとう。いや、ちょ、連休はちょっとどっちが嬉しいかっつったら難しいところだ。まあだからもうどっちもちょっとね。じゃあ俺これを持って温泉行くわ。あ、そうそう、それを持って行くそうってことで。いや暑いね。これでね、まあ、さらに1回休んでもらって、この動画が上がってる日にさは休んでるわけだから。確かにそう、この動画上がってる時に俺はそう、どこかでどこかでズツコンバツコンインコースジャンゼリーしてるかもしれないごめんなさい失礼しました。失礼しましたはい、まあてことでね、無事企画が大成功、お兄ちゃんオエロイパラダイスということで、これでね、まあ休んでいただいて、はい、また戻ってきていっぱいね、そっからユンチョイ工務店頑張るんで、工務店またいっぱい待ってるから。普通でいい、普通で工務店工務店じゃなくて普通のヤギユンチョイでいいから。また待ってるから、いろいろ工務店頑張んなくていい。一回ワンクッションこれで挟んでもらうから。あ、まあ、ちゃんと休んでいただいて。あと2年ぶりの連休だね。ちゃんとした連休は、ガチな連休、何も YouTube スタジオ一回も開かないでおこう。もう本当に自然ともう向き合って。いやそう、いやありがとうございます。いや本当におめでとうございます。これもすごい高いですから。これはもうサイバーエンサップメンバーみんなで出し合って、出し合ってみんなで協力して買って、とりあえずボーナス 15% 増していい。いやいや本当にもうこれはもう気持ちだから。俺ありがとうございます。そう本当に大事です。これずっと残るからね。しかも嬉しいわ、記念だわ。この器から飲むたびにまたみんなのために頑張ろうと思うね。でみんなのためにデスタのためにみんなで、嬉しい。ありがとうございます。さらに勢いつけて頑張っていこうということで、皆さんね、まあ、本日はこんなところでお開きということで、ぜひね高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたしますと。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ブワー